正面から見た時の外見を大きく変える筋肉は3つです。1つは腹筋、そして肩、最後は大胸筋です。特に大胸筋は3つの中でも最も目立つ筋肉であり、この筋肉のサイズによって外見的な印象もかなり変わります。実は大胸筋トレーニングには、やると筋肉の成長が促進されるものもあれば、やると筋肥大効果が大きく落ちるものまであります。この動画では胸の厚みを作るために絶対にやってほしい鍛え方5つについて科学的なデータをもとに解説します。最後まで見て参考になったと思ったら高評価していただけると非常に嬉しいです。2022年の4月1日に公開された最新の研究では、筋肉量と筋力についての関係性を調べました。結果として女子棒体重とパワーリフトのパフォーマンスには非常に強い関係性が発見され、相関係数は 0.95 という値でした。1が最大値であることを考えると、これは科学的な研究の値としてはかなり稀な数字です。つまり筋肉量を増やすことは筋力を伸ばし、筋力を伸ばしていくことは筋肉量を増やしてくれることに大きく貢献してくれるようです。筋肉はつけたいけど別にパワーは必要ないと思っている人も少なからずいますが、筋肉を効率的に成長させるためには間違いなく力を伸ばしていくことが必要になります。特に大胸筋はベンチプレスと非常に強い関係性が確認されています。ある研究では被験者のスミスマシンベンチプレスと大胸筋のサイズについて調べたところ、ベンチプレスの強さに比例して大胸筋のサイズも増加していることを示しています。ベンチプレスを伸ばす一番の方法はバーパスを改善させること。トーマス・マクマフリー博士の調査では、ベンチプレスが停滞するリフターは下のように一度まっすぐ持ち上げてから顔の前に移動させますが、伸び続けるエリートリフターは最初に顔の前に斜めに移動させてからまっすぐ持ち上げることが分かりました。最初に斜めに持ち上げることで肩の負担が小さくなり、大胸筋の負荷が集中します。筋力アップだけではなく肩の怪我の予防もできるため、非常におすすめの方法です。例えば60キロのベンチプレスが10回上がったら、次回は 62.5 キロを10回か60キロを12回上げる意識をすると大胸筋の成長が促進されます。初心者の人のトレーニングを指導させていただくときに多いですが、プログレッシブオーバーロードを紹介したときに、負荷が体に慣れたら重量を上げますとおっしゃる方もいますが、負荷が体に慣れたら軽いなと感じるまで待っていると5キロ筋力を伸ばすのにかなりの時間がかかってしまいます。少し強引かもしれませんが、目標回数が上がったら次はすぐ荷重という意識をすると、軽いと感じるまで待っている人よりも圧倒的に速いスピードでベンチプレスの力が伸びて、結果的に大胸筋を素早く構築できます。A lot of people don't get full range of motion. I'm pretty confident in saying, like men, they think the bench press ends when the elbows are in line with the body. It's like, nope, they can go quite a bit further down. So a lot of times you see, when I see clients with really high dumbbell overhead or bench press weights, I'm like,大胸筋トレーニングで最も多いミスが、ウエイトを下まで下げないことです。近年の科学的なデータでは、広い可動域でトレーニングすることと、筋肉は伸びている位置で最も負荷がかかり、成長することが示されています。ダンベルプレスで片方20キロ、30キロのダンベルを扱っている人のフォームを見てください。ほとんどの人が、肘が90度になる位置でストップさせているはずです。スポーツサイエンティストのマイク・イズラテル博士は、あなたが筋肉ではなくメンタルを鍛えたいなら、ハーフダンベルプレスをやったり、スポッターに半分助けてもらうのもいいかもしれないが、それには効果的なストレッチも収縮もないため、筋肉を成長させたいなら、十分ウエイトを下に下げるべきであると解説しています。先ほど話したように、
ストレッチポジションは一番筋肉に負荷がかかるポイントであるため、この可動域があるかないかで扱える重量は大きく変わります。自分の力を自慢したいならストレッチをカットするという方法もありかもしれませんが、最新のデータでも重いダンベルを扱ったとしてもストレッチをカットしたら筋肉の成長効果が大幅に低下したことを示しているように、効率的に筋肉を成長させたい場合は軽い重量でもいいので最大可動域と強いストレッチを大胸筋にかけましょう。特に筋トレの大きな落とし穴として効いている感覚や筋肉の疲労感やパンプは筋肥大に直結するわけではないということに注意しましょう。さらに内側に効かせるために収縮にこだわる人もいますが、その筋トレ法に科学的な信頼性はありません。可動域についてはかなり多くの研究とメタ分析がされているにもかかわらず、収縮を意識したら内側の筋肉量が増えたなど可動域によって差が出たというデータはほとんどありません。ダンベルプレスでは自分の大胸筋と同じ高さにダンベルが来るまで下げて、バーベルプレスではバーベルが自分の大胸筋にタッチするまで下に下げましょう。メタ分析ではストレッチの有無で筋肥大効果が 300% 変わることを示しているように、たった数センチの可動域の差で大胸筋の成長効果が大きく変わります。大胸筋トレーニングでフライを取り入れるメリットはいくつかありますが、最大のメリットは筋肉の成長を促すことです。大胸筋のトレーニングというと多くがベンチプレスや腕立て伏せなどプレストレーニングを想像します。しかしプレスに加えてフライトレーニングを追加すると大胸筋がより成長しやすくなります。筋肉の成長とバリエーションについてのレビューペーパーでは、トレーニングではある程度のバリエーションで鍛えると筋肉の成長効果が促進されるということを示しているため、1種目だけではなく 2,3 種目で各筋肉のトレーニングメニューを組むことがおすすめです。フライトレーニングも実は間違いが非常に多く、肩が先に疲れてしまう人や無意識に可動域を制限している場合があります。大胸筋を効率的に成長させるためには正しいフライが必要不可欠です。よくあるミスとしてはフライで肘を曲げること。ブラッド・シェンフェルト博士は肘を曲げてフライをやることを代表的なミスとして挙げています。肘を曲げることで肩とダンベルの距離が近くなります。物理的な負荷を計算すると肘を90度近く曲げると物理的な負荷はおおよそ半分になり、2倍近いダンベルが扱えるため気分はいいかもしれませんが、大胸筋の成長にとって不利益なことが2つあります。1つは可動域が減ること。肘を曲げながらフライをした場合、肩関節の水平内転の距離が違います。肘を曲げるとフィニッシュでダンベルをくっつけても水平内転の可動域は片腕60度程度になり、伸ばした場合よりも腕を閉じることができなくなります。2つ目はバリエーション。フライのスタートで肘を曲げてもフィニッシュで伸ばせば可動域は最大限取ることができます。しかしこれをすると肘の伸展が追加されるため上腕三頭筋が強く活性化されます。つまりフライトレーニングではなく、これはプレストレーニングになり、先ほど紹介したフライによるバリエーションの追加によって筋肉が成長しやすくなるというメリットは弱くなります。ダンベルやケーブルのフライでは肘は軽く曲げる程度にして、その角度を維持しながら肩関節の運動のみでウェイトを引っ張るようにしましょう。加えてバスキーの EMG 研究に示されているように、ケーブルフライでは腕を交差させると大胸筋が強く働くことを示しています。ダンベルフライでは意味がありませんが、ケーブルフライで肘同士をクロスさせるようにするとこのトレーニングの効果がより高くなります。肩関節を意識して肘を伸ばして行い、スタートポジションで大胸筋がしっかり伸びていることを感じましょう。マシンの注意点として、この時ウエイトプレートが完全に下に下がってしまうと物理的な負荷がなくなり大胸筋のストレッチがなくなるため、トレーニング中はウエイトプレートがずっと浮いている状態であり、負荷がかかっている状態を維持する必要があります。フライでは20キロのダンベルは必要ありません。正しく丁寧に行うと効果を最大限受け取ることができます。
大胸筋を成長させるためには大胸筋にウエイトの負荷を集中させる必要があります。これは当たり前のように聞こえるかもしれませんが、実際多くの人が正しいトレーニングをできていません。最も多い間違いがトレーニングの負荷を肩に逃がすこと。例えばベンチプレスでは大胸筋よりも肩が疲れる。フライトレーニングで三角筋の全部が先に疲れて大胸筋を十分追い込めないという場合です。実際これは多くの人が悩んでいますが、実は簡単な解決策があります。大胸筋トレーニングで肩が疲れてしまうという人は、プッシュ動作と同時に肩が前に出ていることが原因です。これによって三角筋全部が強く働くことになり、大胸筋よりも先に肩が疲れるという問題が起こります。これを解決するためにまず意識してほしいことは、ウエイトを持ち上げる前の姿勢です。プレス中に肩が前に出てしまうという人は、持ち上げる前に胸が張れていないか、その意識が不十分である可能性が高いです。プレスの前に胸を張って肩甲骨を内側に寄せて、そして下に下げます。イメージとしては三角筋後部をベンチにくっつけるイメージです。これにより肩が固定されるため、プレス中に肩が前に出るのを防ぐことができます。ただしこれはベンチプレスのような種目では、ベンチ自体が肩甲骨の広がりを抑える役割を果たすため比較的簡単ですが、例えばケーブルフライや腕立て伏せのように背中に支えがないとき、スタートでは肩甲骨を寄せて胸を張れていても、きつくなってついプレスと同時に肩甲骨が広がって肩が前に出てしまうことがかなり多いです。そこでもう一つ、大胸筋トレーニングで絶対に意識してほしいことは肘です。ほとんどの人は大胸筋トレーニングではダンベルを持っている手、グリップを持っている手など腕の先端をくっつける意識をしますが、この意識はきつくなってきた時に肩が前に出たり、フライ中に肘を曲げてしまいがちです。そこでおすすめなのが肘同士をくっつける意識をすること。フライ、プレスでは腕の先端をくっつけるのではなく、肘を内側に入れる意識をすると肩が前に出ることを防ぐことができます。さらにこの意識をすれば肘を曲げると遠くなってしまうため、フライ中に肘が曲がってしまうということもありません。大胸筋には上部、中部、下部の3つの部位があるため、多くの人は屈曲を入れた上部種目、真横に閉じる中部種目、内転を入れた下部種目、これらをそれぞれ1種目ずつ作りますが、それは大胸筋で特定の部位を狙うことによるデメリットを理解していません。メノヘンゼルマンズ博士は、大胸筋上部を狙ったり下部を狙ったりするのは大胸筋の発達において非効率的な場合があると話しています。The general bodybuilding wisdom of incline for upper packs, decline for lower packs appears to be true. But the big catch is that it doesn't enhance muscle activity in those regions. It just decreases it in others. We now have a few studies on this. I think one recent study did found a small increase, but I don't think it was maximal training. So I think that's trivial if you train post failure. But basically, it means that if you're doing an incline press, it's not like you're working your upper pecs more. You're just working your lower pecs less. And there, because of that, I generally want people to do mostly horizontal. 実はベンチ台に角度をつけてプレスを行ったり、上部狙い、下部狙いをすることにはデメリットがあります。それは狙った部位以外の筋肉の大幅な活動の低下です。博士がインタビューで言っているのは、インクラインプレスは大胸筋上部を鍛えているというよりも、下部を鍛えていないという言い方の方が正しいということです。例えば、ベンチ台の角度と大胸筋3つの部位の活動について調べた研究では、30度までは角度が強くなるにつれて、大胸筋上部の活動が強くなることを示しています。しかし同時に、中部や下部も大幅に低下しています。ベンチ角度30度の時、上部の活動はピークですが、下部と中部は半分近くの数値になっています。つまり結局のところ、大胸筋の活動が最も高いのは中部のトレーニングです。上部を狙ったり、
下部を狙って大胸筋を全体的に発達させるというよりも、水平のフライやプレスを集中的にやった方がトータルの大胸筋の活動が大きいため、筋肥大にとって効率的であるということです。さらに8割近くの人は下部のサイズはチューブの種目のみで十分成長する可能性が非常に高いにもかかわらず、上から下に下ろす下部を狙ったケーブルフライをする人がかなり多いです。博士は、多くの人は下部を鍛えるのに時間をかけすぎており、それは下部の成長というよりも上部の発達をより遅らせていると話しています。大胸筋にとって最強なのはフラットのベンチプレス、そして肩の高さから真横に閉じる肩関節の水平内転のみを使ったフライです。もちろん大胸筋トレーニングのすべてを水平のプレスやフライにする必要はありませんが、インクラインのプレスなどは必要最低限にして、メニューの大部分は水平内転のみを使ったトレーニングにしましょう。大胸筋の厚みを作るときは、プレスとフライの2種目でトレーニングメニューを構築しましょう。プレスは筋電図分析や重量設定のやりやすさから、バーベルのベンチプレスが最もおすすめです。プレスを行うとき、フライを行うときは、肩が前に出ないように注意しましょう。トレーニング中は、ベンチ台に三角筋後部をくっつけるように、肩を後ろに下げた状態を維持します。特にフライでは、ダンベルやグリップをくっつけるよう意識すると、きつくなってきたときに肩を前に出してしまいがちです。大胸筋トレーニングでは、肩から肘にかけて、上腕の部分が重要で、前腕がくっついていても、離れていても関係はありません。トレーニング中は肘同士をくっつけたり、できるだけ近づけるように意識をすると、肩が前に出にくく、大胸筋にトレーニングの負荷を集中させることができます。科学的に証明されている、広い可動域とストレッチを入れるように意識しましょう。この2つ、どちらか一方でもかけると、筋肥大効果は半減すると言っても過言ではありません。ダンベルプレスで30キロ以上のものを扱っている人は、9割型ダンベルを十分下げていないと言ってもいいです。ダンベルプレスの大体の重量としては、自分のベンチプレスのマックスの10から20% くらいの重量でトレーニングするのがおすすめです。大胸筋の筋トレメニューとしては、1週間、まずは20セットを目標にしてトレーニングしましょう。筋トレ中級者以上の人で15セット以下だとやや不十分だと言えます。上腕二頭筋は背中のトレーニングでも強く活性化されているので、上腕二頭筋など腕は15セットでも十分ですが、大胸筋は大胸筋用の種目以外で活性化されることがほとんどないため、腕や肩よりも大量のボリュームを確保する必要があります。筋トレ頻度としては、胸の日を作って一気にやるというよりも、ちょっとずつ鍛えた方が筋肉は成長しやすく、回復能力も高いことが分かっているため、週5回、4セットずつなど、こまめに鍛えましょう。大胸筋は10レップ前後の高重量でやる人が多いですが、高回数でもトレーニングすることを強く推奨します。特にフライトレーニングでは、他の部位に逃げにくいので、高回数トレーニングに非常に向いています。この動画がいいと思っていただけたら、ぜひ高評価をお願いします。